すぐやめろ、なりわいなくした福島思え、なりわいなくした福島思え、爆発現場を見聞したか、避難生活体験しなさい、解決策は廃炉だけ、解決策は廃炉だけ、原発いらない、今すぐやめろ、大地を汚すな、魚を汚すな、食料を守れ、命が大事、子供を守れ、未来が大事、関西電力今すぐやめろ、原発なくても生活できる、壊れる前に廃炉にしよう、壊れる前に廃炉にしよう、コストも安く工事も安全、コストも安く工事も安全、原発いらない、今すぐやめろ、なりわい壊した福島思え、なりわい壊した福島思え、爆発現場を見聞したか、IWJ 愛知チャンネルをご覧の皆様、2014年2月7日金曜日18時46分です。名古屋市東区で行われています大井原発高浜原発再稼働反対抗議の声を関西電力支社前抗議アクションアット名古屋配信をお届けしてまいります。大地を汚すな、魚を汚すな、世界の恥だ、原発いらない、命が大事、子供が大事、未来が大事、原発いらない、今すぐ廃炉、2月5、6、7と3日間連続で名古屋市の最低気温はマイナス1度以下の寒い日が続いています。18時40分現在名古屋市の気温 6.3 度です。原発いらない、そんな中ここ関西電力東海支社前、毎週金曜日6時から8時まで今すぐ廃炉、今日も多くの人が集まって声を上げています。福島県民思いやれ、関西電力東海支社がこの東海関連ビルに入っております。福島県民思いやれ、福島県民思いやれ、放射能が漏れてるぞ、危険な現場世界に売るな、危険な現場世界に売るな、危険な現場世界に売るな。
高岡駅の一番出口を出てすぐのところで抗議アクションを行われています。危険な文句も今すぐ入ろ。18時50分現在40人くらいの方が参加しています。危険な文句も今すぐ入ろ。原発いらない。原発いらない。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。子供を守ろ。子供を守ろ。大人が守ろ。大人が守ろ。自然を壊すな。自然を壊すな。原発いらない。原発いらない。原発情報秘密にするな。原発情報秘密にするな。安全神話に騙されないぞ。安全神話に騙されないぞ。子供を守ろ。子供を守ろ。大人が守ろ。大人が守ろ。収束なんかしてないぞ。収束なんかしてないぞ。福島県民思いやれ。福島県民思いやれ。原発事故はもうたくさん。原発事故はもうたくさん。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。廃炉に賛成。廃炉に賛成。原発いらない。原発いらない。日本にいらない。日本にいらない。世界にいらない。世界にいらない。地震が来たら壊れるぞ。地震が来たら壊れるぞ。関西電力嘘つくな。関西電力嘘つくな。原発いらない。原発いらない。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。電気は足りてる。電気は足りてる。このまま入ろ。このまま入ろ。お金よりも命が大事。お金よりも命が大事。みんなで叫ぼう。出す
原発。みんなで叫ぼうだ原発。道行くあなたもだ原発。道行くあなたもだ原発。原発いらない、原発いらない、安倍政権は原発なくせ、安倍政権は原発なくせ、原発情報秘密にするな、原発情報秘密にするな、みんなで叫ぼう原発いらない、みんなで叫ぼう原発いらない、おいは入ろ、おいは入ろ、関西電力原発やめろ、関西電力原発やめろ、福島県民思いやれ、福島県民思いやれ、みんなで叫ぼう原発いらない、みんなで叫ぼう原発いらない、自然を守ろう、自然を守ろう、命を守ろう、命を守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、大人が守ろう、いらっしゃるんですか。焼津から。はい、ぜひお願いします。ハイライト静岡県焼津市から激励してくださいました。よろしくどうぞ。はい、静岡県のですね。焼津市から来ました。天野と言いますけれども、私のまだですか。私のですね、住まいはですね、浜岡原発から30キロ圏内にあります。で、浜岡原発は出力がですね、136か138マギワットの出力でですね、もし爆発するとですね、30キロ圏内ということなので、福島原発と同じようにですね、放射能というものを当然のように浴びてしまいます。で、八重洲っていうとですね、桜の町という漁業の盛んの町ではありますけれども、原発の爆破によって原発のですね爆破によってですね、
焼津でですね、あの水揚げされた魚というものがですね、風評被害であの売れなくなること、それとですね、あとあの桜エビというのがあるんですけども、あのどちらかというとあの私の家の方はですね、桜エビが盛んなんですけども、桜エビを取るとですね、あの天日干しって言ってこう地べたにですね、あの干すんですよね。で、もし本当に浜が原発がですね、爆発したら、その天日干しにされたですね、あの桜エビ、これもう売れないですよね。みんな買わなくなっちゃいます。そういう意味でですね、あの原発というものに関してですね、もうやっぱすぐに廃炉にしてくれないかと、そういう気持ちでいっぱいです。以上です。次どうましたか。スイッチ、はい。皆さんこんばんは、私ですね、先日東京の都知事選挙で今最終盤の時にですね、行ってきました。細川事務所行ってね、チラシを折ったり、路上で呼び込みっていうのかな、講演をする人、講演細川さんと小泉さんが講演するので来てくださいっていうようなことをねやってきました。上野駅と、浅草雷門、浅草雷門はかなりねおじさんおばさん、まあ若い子もいましたけど、老人パワーがやっぱり今は爆発してほしい、そう思いました。若い人も一緒にやってほしいと、そういうふうに若い人もやってますからね。それで私が先日、昨日ですよね、テレビで生討論してました、4人がね。それでその後でインターネットで反原発っていうのかな、反原発候補の統一を目指す会の記者会見を動画で見ました。これはテレビはちょっとね消化不良でしたが、こちらの方には動かされました。まだまだ諦めずに一本化を目指す5人の方の会見に、もう私もちょっと諦めかけていた力がちょっと抜けた体に急に気力が入ってきました。両候補もね、胸の内はかなり苦しいと思います。積極的な、今でも積極的な対応はないそうです、一本化について。しかし感触は、接触のですね、感触は少しずつ変わっていると、そういうような話をして、終わった後でね、対立が残ら、恨みつらみが残らないように両方が対談するとこまでは言ってるそうです。だからその前に対談してほしい、皆さんも来てましたか知らんけど、その前に対談してほしいと言ってましたね。それ前に対談して、少なくともね、ある程度の、一本化なりね、そういうものをしてほしい、それがありました。それからもう一つ私が新聞で最近見てたことをここで毎回言ってますが、今日の新聞で福島第一原発の海側ですね、海側に決まってますが、ここで観測放射能の値が上昇しているのが、しかし前の値に比べて測り直したそうなんですよ。ストロンチウム90だけで1リットルあたり500万ベクレルあると。そうすると他のやつは間違ってたんじゃないかということで、破壊直したところが全ベータ線だけ、ベータ線って知ってますよね、ベータ線だけで1000万ベクレルあったそうです。1000万ベクレル、1000万ベクレルって言うと約1ミリ、0.1 ミリ、0.2 ミリシーベルトです。これはだけで1リットルですからね、10リットルだったら1ミリシーベルト、100リットルだったら10シーベルト、ミリじゃない、10シーベルトなんですよ。ということは、
地下の廃屋、地下にあるね、あの水と汚染水とほぼ同じじゃないですか。ね、地下の地下水がそのぐらいにもう汚染してるってことなんです。もう致死量ですよね。地下の方に行ったら死んじゃうと。そういう段階、それが海に流れていることはもう間違いないそうです。現状の調査をね、はっきり、まあ、小さい記事ですからね、本当にね、手のひらより小さい。そういう記事を、まあ、いろんな新聞に出てましたが、その新聞、その重大さということもちょっと考えて皆さんもね、いただきたい。それはこれを怖がってほしいと私は思います。そして少しでもこの状態をはっきりさせて、まあ今のね、2人の候補が力いっぱい戦えるようにできれば一本化してね、皆さん自身ももっとファイトを持ってたできるようになるように祈ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。先ほどの焼津の方がね、大事なことを言い忘れたそうです。先ほどですね、大事なことを言うのを忘れたんですけれども、廃炉にですね、浜崎廃炉もちろんなんですけれども、来年のですね、秋ぐらいに防潮堤ができてからですね、再稼働の申請をしようと、そういう動きがあります。その意味でですね、皆さんがこうやって原発の反対集会にですね、頑張っていることがすごく嬉しく思ってます。それからですね、焼津のですね、まあ、大井川なんですけど、実は大井川のですね、原発反対集会というものは人数がこんな多くないんですよ。5人か6人でしかここでやってないんですけれども、それでも今日もやってまして、今日で81回何度かやることができました。まあ100回とか目指すんでなくて、やっぱり入るまでお互いに頑張っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。答えてます。答えてますか。はい、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 あ、そう、今のうちに皆さんどうも、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。今からまた歌を歌いますけど、また上を向いて歩こうを歌いたいと思います。それと今日は訴えがあるので、静雄さん、歌の前、ですね、明日からですね、ちょっと沖縄の方へ行ってこようかと思います。まあ、あんまり観光は せずに辺野古と栄と、伊江島へ行ってまいります。その時にですね、今日会って作ってきたんですけど、ここに名古屋ジャズ原発の仲間のメッセージをですね、皆さんこう何でもいいので名古屋からも応援してるぞっていうか、そういうメッセージをぜひいっぱい書いてください。まあ、文字の上に書いても全然 OK ですから、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ栄と辺野古に持っていく撃破をやってますので、ぜひ前に来ていただいて書いてください。よろしくお願いします。じゃあ上を向いて歩こうを歌いたいと思います。せーの。原発はもうやめよう、涙が止まらず止まらない、忘れないあの日を捨てられた理由、原発はもうやめよう、涙が忘れないあの日を捨てられた牛たち、幸せを返してほしい、幸せで普通の暮らし
このまま止めて
ください。地震の国に原発ダメです。再稼働反対。大井は止まった。このまま止めたい。廃炉にしよう。原発ゼロだ。Thank you.
原発に反対をさよならをするためにみんなで歌えるようにと曲を作りましたので、今日パーカッションと歌の2人でやりたいと思います。声を聞いてという曲です。春の少し前のあの日変わった世界、安全な日常も思い込んでただけ、爆発的事象という姿は言うけれど嘘では何も守らない、時間は止まらない、
Thank you.
灰色に、文字を灰色に、全部灰色に、灰色に賛成、再稼働反対、再稼働反対、関西電力大岩灰色に、自然を守れ、福島返せ、ふるさと返せ、原発いらない、原発いらない、¡Gracias!
でした。あと告知ある方いらっしゃいますか。どなたもいないですかね。それでは、今月の22日と23日に、カモニアバレーさんが、お話し会があります。皆さんぜひ参加してください。ここで、皆さんご協力ありがとうございました。たくさん書いていただいたので、書いてない人まだどうか、たくさん書いていただいてありがとうございます。本当に隙間がないくらい書いていただいて感謝してます。まだ、ね、少し書けそうなところもありますので、ぜひ書いていただいて、皆さんのお気持ち、私たちの気持ちを沖縄辺野古を高めに伝えていきたいなというふうに思います。本当にご協力ありがとうございました。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。今日は八木さんが沖縄へ旅行していまして、私が代わりにやらさせていただきました。ありがとうございました。Oh.
IWJ 愛知1チャンネルをご覧の皆様、20時03分です。関西電力東海支社前の抗議アクション終わりました。参加者の方にお話を伺います。こんばんは。こんばんは。今日は真っ赤なこの姿。あ、今日は、ちょっと節分過ぎましたけど、怒りをやっぱり、表すにはこの鬼が一番いいかなと。鬼ですね。はい、鬼の衣装で参加しました。やはりもう怒りでしょうがないという感じですか。そうですね。やはりやっぱり今の安倍内閣が本当に福島の事故というのを全く今日恐怖にしてないどころか、それでもやはりこう再稼働を進めていくというのはやっぱり許せないというか、今本当に声を上げないと、やっぱり大人の責任として、私保育士やってるんですけど。そうなんですね。はい、その立場で考えても、やはり当たり前の生活とか当たり前の子どものこう未来というのが奪われていくと、いわゆる原発でというのがやっぱり許せないということが基本にありまして、これは保育園で前巻きで使った実は衣装なんです。私の一応オリジナルのなんですけど、まあ、これで、参加しました。はい、このコミアクションの場所にはよくいらっしゃるんですか。そうですね、前回もこの時期にはやっぱり鬼の衣装で来たんですけど、ちょっと違うんですけどね。だからまあそう考えてみると2年結構過ぎてるんじゃないかなというふうに思うんですけど。いや、もう2回目の鬼です。はい、なるほど。こうご自分の周り、こうお友達とか、ええ、家族とか、この脱原発についてのお話はされますか。そうですね、まあ、家族の中ではよくしますし、まあ、いろんな集会なんかにも、まあ、東京 の, 集会なんかにも家族で参加したりとか、あと、まあ、周りの、まあ、職場の仲間にも話をしてますが、反応はどうですか。はい、反応はね、やっぱり事故当時とは随分やはりこう反応が悪くなってきたというか、ちょっと関心が増えてきたかなというような印象は受けます。こう脱原発の話をして、こう受け止めはどうですか。その好意的か、いやそんなことは違うんじゃないかみたいな、どういう反応が多いですか。そうですね、自分が行動をするかどうかというのは別に、やっぱり原発はなくした方がいいという、まあなんていうか、まあ、すぐになくしてほしいという人はやっぱり多いと思います。いつまでもダラダラとこう続けるのは、もし、まあ、そういう、ね、また震災なんかが起こったときに本当に生活が全て破壊されちゃうので、それはやめた方がいいという、まあ、原発をすぐにやめ、まあ、ゼロにするというか廃炉にするということについては割とそういう意見が多いですね。まあ、私の周りですけどね。はい、だけですね。こう今の政府もすごく多分起こっていることたくさんあると思うんですが、もうどうしてほしいと、こうしてほしいと強く伝えたい思いはどんな思いがありますか。そうですね、もうなんでしょうね、まあこう全体的にもう原発の再稼働も機密保護法も、まあ、沖縄の米軍基地の問題もそうですけれども、全部こうつながっていると思うんですよね。だからやっぱり何を要望するかというよりは、もうちょっと政権を降りてほしいと思いますけどね。まあ、自民党も含めね、まあ、公明党さんやってしまいますけど、やっぱりそこは変わらないと、まあ、なかなかそうですね、こうやって地道にやっていくことも大事なんですが、両方やっぱり要求していきたいし、まあ、本当に総理を辞めてほしいということはね、めちゃくちゃ思います。東京都知事選挙もね、まあ、いろいろ今本当に今度東京なんですけど、まあ、そこでもねやっぱり、まあ、すぐにやっぱり原発をゼロにしろという声がね圧倒的に多いとか思うんですけどね、周りではね。はい、今年に入ってこう原発の再稼働がこうより申請であったりより見通しであったり、こう周りに近づいてきたというような報道もまあ見受けられますが、それについてはどう思われますか。いや、すごく危機感持ってますね。で、ただやっぱり そんな簡単にはいかないんじゃないかなという楽観視じゃないですけども、やっぱりそこ自治体の人たちが
あのかなりこう福島と自分たちのやはりあの状況というのを多分引きつけて考えられると思うんですよね。だからやっぱり やっぱりそこ の関係自治体の人たちとあの住民の人たちとやっぱり力を合わせてやっていくということで、なんとか再稼働はやめさせるんじゃないかなというか、やめさせたいと思うんですけど、こうやめさせるためにはこう何が重要だと思いますか。やっぱりね、そうですね、福島をやっぱりもう一回あの事故というのをこうなんていうかやっぱり伝えていくというか、でやっぱり、電力不足とかね、なんとかということにやってて、一つずつやっぱりきちんとこうあの反応していかないといけないかなという、やっぱりこう自分の周りの人にどう伝えていくかというのが一番大事だと思うんですけど、なかなかね、皆さん生活苦しいので、なかなかこうそういう、もう原発はもっとこう、もっとこう景気の問題とかは先で、原発はなんかその何万目ぐらいかみたいな感じになってるので、そこはちょっとね、もう少しこうまたこうクローズアップさせていく必要があるんじゃないかな。特にまあ3がまた 3.11 近いですので、まあ、それに向けてね、ちょっと運動をこう力をつけて強めていかないといけないかなとは思います。では、最後にこう、はい、自分はこれからこうしていこうかなと思っているというようなことも含めて、こう、まあ、カメラ今ご覧の方にぜひこう、はい、思いを伝えてください。そうですね、やっぱり原発をなくそうということを自分の言葉で、自分の表現の方法でもっとこう周りにこう もっとこうなんか軽い気持ちというかおかしいですけど、重い問題だけど、でもやっぱり楽しくなんかそうですね、こう伝えていくということをいろんな工夫をしてやっていただければいいかなと思います。まあ、これこういうのはなかなか難しいですけど、個人のねできるところでよろしくお願いします。ありがとうございました。いえいえ、じゃあ最後にちょっとぜひお目をつけてポーズを、ポーズですね、はい。これ福島の前ですね、はい。原発いらねえ、いらねえぞ。ありがとうございました。よし、はい、では帰ります。2014年2月7日金曜日20時11分です。名古屋市関西電力東海社前で行われました抗議アクションをお届けしてまいりました。結構寒い日が続く中、今日も88人までは数えたんですが、およそ90人の方が参加されました。最初は40人くらいしかいなくて、いつもより少ないかなとも思ったんですが、夜7時を回る頃からどんどん人が増えて、また中部電力前の抗議をされてた方も合流されて、どんどん人が増え、90人くらいの方が参加されました。インタビューされた方も言っていましたが、やはりこう行動するということがとても大事だと思います。誰かがやってくれるというのは人任せで、結局自分がこうなってほしいなと思うのであれば、自分が行動しなければいけない、そういうことを強く思います。大井原発、高浜原発再稼働反対抗議の声を、関西電力支社前抗議アクションアット名古屋配信をお届けいたしました。
それではこれで配信を終了いたします。配信は健坊がお届けしました。ご覧いただきました皆様、誠にありがとうございました。どうした？